はい、プレボールどうも野球人です。今回はドラフト候補のお話です。その中でもドラフト1位12人予想6月編ですね、やっていきたいと思います。今月はね、やはり一番大きかったのが大学選手権かなというふうに思いますし、そこでね評価を上げた選手っていうのもいました。さらに、まあ、大学ジャパンですね、選考っていうのも行われまして、代表もね決まってきたと。まあこう代表にね、入った入ってないでいろいろこう変わってくるところもあるのかなっていうふうには思うんですけれども、それではですね早速見ていきましょう。どうぞ。はい、まず候補1人目は高校生の佐々木麟太郎選手、花巻東高校、出身地は岩手県、2005年4月18日生まれ、18歳、184センチ、115キロ、ポジションはファーストキャッチャー、右投げ左打ちの選手です。高校通算は138本塁打まで増えました。50m6秒9、遠投 90m ということで、はい、まあね、佐々木麟太郎選手、6月はですね愛知の招待試合ですよね、そこで強烈なインパクトっていうのを残してくれました。2試合で場外3発かな打っておりまして、まあ、さらにその翌日もねホームラン打っていたりもしておりましたので、2日間で4ホーマーと、まあ、本当にね大暴れということでございました。まあちょっとね怪我とか一塁線とかで不安されてはいるんですけど、やっぱまあ打力はですね、まあ、今年のドラフト候補、まあ、近年のドラフト候補の中でも頭ね一つ二つ抜けているのかなっていうふうには思いますので、まあやっぱね当然ながら競合予想になってくるのかなというふうに思います。まあ前回から変わらずずっとこう競合予想というところではあるんですけど、まあ彼の場合はねもう評価はそこまで変わんないんじゃないかなっていうふうには思いますし、最後ね夏の大会ダメで甲子園行けなくてもですね、まあ少なくとも競合っていうのは変わんないのかなっていうふうに思いますし、まあ、あとはこう仮に夏甲子園行った場合どこまで入札を増やすかっていう話にもなってくるだけかなっていうふうには思いますので、まあまあ今の時点でもねある程度評価が固まってきている選手かなっていうふうには思います。まあまだこう夏の甲子園行ったことがないということでございますので、まあ7月岩手県大会どこまで勝ち進むかっていうところ要注目かなっていうところでございますが、では続いて見ていきましょう。はい、続いて候補2人目は高校生前田悠吾選手、大阪桐蔭高校、出身地滋賀県、2005年8月4日生まれ、17歳、180センチ、78キロ、ポジションピッチャーで左投げ左打ちの選手です。マックスが148キロ、球種はスライダー、カット、カーブ、チェンジアップ、ツーシームなどになります。はい、というわけで、まあ、桐蔭の前田選手はですね、まあまあこうずっとねお話はしてきているんですけど、選抜終わってからですねちょっとね公式戦での登板というのがまだありません。まあ春季大会もねベンチから外れて、近畿大会もベンチ外に、そして6月の頭にですね行われた共栄高校との試合もですね、まあ、前田選手とトーマス選手、プロ注目の高校生左腕の対決っていうところが注目されていたんですが、結局そこでも前田選手は投げずというところでございました。ちょっとね状態がベールに包まれたままということになっております。まあ、前田選手抜きでどこまでやれるのかっていうところはあるんでしょうけど、やっぱここまで出ないとですねコンディション的にも心配な部分はあるのかなというふうに思います。まあどういう状況なのかっていうのがなかなかわからない中っていうのはあるんですけど、まあそれでも個人的評価は競合予想ということになっております。まあまだ投げていないっていうところなんで評価も変えようがないかなっていうところでございますし、まあその投げてない理由っていうのもわからないので、まあちょっとねこう評価しようがないのかなっていうところもあるんですけど、でまあ前回も競合ということでここは変わらずということでございます。まあただ夏の大会ですよね、満を持してここで出てきて良くない投球っていうのを見せてしまえば、やはり評価が下がってしまう可能性もあるだけにですね、まあどうなってくるのかっていうのがわかんないんですけど、まあ7月になって夏の大会ですね大阪でも行われます。まあまずはそこで投げるのかどうかっていうところ、まあそこでいいピッチングをして再び甲子園に戻ってきて、まあ以前より進化した姿っていうところをぜひね見せてほしいところでございますが、では続いていきましょう。はい、続いて候補3人目は高校生真鍋啓太選手、広陵高校、出身地は広島、2005年6月17日生まれ、18歳、189センチ、91キロ、ポジションはファーストサードピッチャー、右投げ左打ちの選手です。真鍋選手は高校通算58本塁打、 50m6秒3、遠投 105m、 投げでは最速143キロを誇るということになっております。はい、でこの真鍋選手ですね、やはり今年の高校生の中では上位のスラッガーというところで注目されております。進学もね噂はされていたんですけど、プロ一本に絞ったという報道も出ておりましたし、まあそうなればねやはりこう1位候補として入ってくるのかなというふうに思います。もう阪神や日本ハムもやはりこう1位候補にリストアップしているという情報も入ってきております。ちょっと広島はね評価低いみたいな話もですね以前からありますが、まあまあでもやはりここにはね当然入ってくるんじゃないかなというふうには思います。ちょっとね春の大会県大会がなかなか状態上がらないよっていうところではあったんですけど、
中国大会ではしっかりねある程度成績っていうのを残しておりました。まあ、また完全復活っていうわけにはいかないんでしょうけど、まあ、徐々には良くなってきているのかなっていうふうに思います。まあ、あとは、特大の一発ですよね。そこが最近ね打てていないのかなっていうところもありますので、まあ、夏の大会っていうところはその辺を期待したいかなというふうには感じますが、個人的な評価は単独予想ということになっておりまして、まあ、前回も単独ということでここは変わらずということでございます。まあ、真鍋選手の場合はねしっかりと甲子園っていうところも何度も経験している選手でございますし、まあ、広陵もね本当強いということになっておりますので、まあ、またね夏に聖地に戻ってくる可能性もそこそこあるかなっていうふうには思うんですけれども、当然そこでねめちゃくちゃ結果を出せばもっともっと評価上がってくるでしょうし、ただ夏に結果出さなければ評価はちょっと下がってきてしまう可能性もあるだけに、まあ、非常にね大事な夏になってくるんではないでしょうか。はい、続いて候補4人目は高校生東松海星投手。共栄高校で出身地は愛知県。2005年4月29日生まれ、18歳、178センチ92キロ、ポジションピッチャーで左投げ左打ちの選手です。マックスが152キロ、球種がスライダーカーブチェンジアップツーシームフォークボールなど多彩な球種を操る選手となっております。はい、このねトーマス選手もずっと1位候補に名を連ねている選手というところになっております。まあ、春の愛知県大会はそこまで勝ち進めなかったんですけど、先ほどもね話に出た大阪桐蔭と共栄高校の記念試合ですよね、そこで先発いたしまして、5回投げて2安打無失点6奪三振の好投というところになっておりました。まあ、この試合にはね11球団28人のスカウトが集結したというところで、まあ、超注目のカードでございました。まあ、前田選手は投げなかったんですけど、まあ、このトーマス選手はしっかりアピールできたということになっておりますので、個人的評価はですね、単独予想ということになっております。まあ、前回の単独とね変わらずということでございました。まあ共栄に関してはね、まあ、愛知県っていうところで勝ち進むのも難しいかなっていうふうに思います。甲子園に出てめちゃくちゃアピールすればもっともっと評価上がってきて競合にもなってくるのかなっていうふうには思うんですけど、ただねそこがどうなってくるかと、まあ本当楽しみですし非常に順調にね来ているのかなっていうふうには感じますが、では続いていきましょう。はい、続いて候補5人目は高校生の宮瀬亮介選手。鹿児島城西高校出身地は大阪。2005年8月25日生まれ、17歳、184センチ90キロ、ポジションはファーストピッチャー、右投げ右打ちの選手です。高校通算47本塁打、50メートル走は不明ですが遠投110メートル、投げてはピッチャーとしても152キロを投げる剛腕ということになっております。はい、まあ、このね明瀬選手を今回も入れております。まあ、彼に関してはね、まあ、やっぱこうまだまだ全国で活躍っていうところはそこまでできていない選手でございますので、正直スカウトの評価がどこまで上がってくるのかっていうのは不明ではあるんですよね。こうネット界隈で騒がれているだけかもしれないんですけど、まあでもやっぱね魅力的なものは持っているのかなっていうふうには思いますし、まあこのね夏しっかりと活躍すればもっともっとこう話題になっていくんじゃないかなっていうふうには思います。まあそういうねポテンシャル重視の指名もあるんじゃないかなっていうところで今回もね明瀬選手を入れております。まあただ予想としては外れ1予想ということでございまして、まあ前回と変わらずということですね。まあ正直ねこう1位に上がってくるのか、まあ2位3位ラインになるのかっていうのが微妙な選手かなっていうところではあるんですけど、まあとにかく結果っていうところではありますよね。まあ本当ねこう活躍してそれこそ甲子園に来てですね打って打って打ちまくったらですね一躍強豪クラスの評価になってもおかしくはない選手かなっていうふうには思っておりますので、まあこう結果がどうついてくるかというところではないでしょうか。はい、で続いて大学生ですね、見ていきましょう。はい、続いて候補6人目は大学生細野晴希選手。東洋大学出身地は東京都。2002年2月26日まで21歳、180センチ87キロ、ポジションピッチャーで左投げ左打ちのサウスポーの選手です。マックスが155キロ、球種がスライダーカットカーブチェンジアップツーシームスプリットなどですね投げる選手ということでございます。はい、この細野選手ですね、注目の選手でございますが、今年のね春のリーグ成績は7試合で5勝0敗 44.0イニング、防御率 0.52、 奪三振率 11.86、 四死球率 5.32 という成績でございまして、まあ、とうとう2部のリーグなんですがしっかりとね結果を残しております。まあ四死球率が高いっていうところが一番のネックかなっていうふうには思うんですけど、まあそのポテンシャルっていうところは誰もが認めるところということになっております。でこの成績でね、しっかりと2部優勝を掴んで入れ替え戦に臨ん でその入れ替え戦もね正直状態はめちゃくちゃ良かったとは言えないんですけど、185球の熱投で駒沢大に勝利で、その翌日もねチームが勝利して、見事一部昇格をつかみ取りました。
まあ、さらに大学日本代表にも選出されているということでございますので、まあ、個人的予想は強豪予想ということになっておりまして、まあ、前回と変わらずということですね。まあちょっとね、制球難があってどのくらいの評価になるんだろうっていうところはあるんですけど、まあでもやっぱ一部上がってね、大学ジャパンにも選ばれたっていうところもあるので、まあやっぱ注目度っていうのは変わらないかなっていうふうに思いますし、ここからどう成長していくかっていうのも楽しみでございます。では続いて見ていきましょう。はい、続いて候補7人目は大学生常廣隼人選手、青山学院大、出身地大分県に全1年9月18日まで21歳、180cm、73kg、ポジションピッチャーで右投げ右打ちの選手です。マックスが153kg、球種がスライダー、チェンジアップ、スプリットなどになります。23年春季リーグ投成績は6試合で3勝0敗、 31.1イニング、防御率 1.44、 奪三振率 7.76、 四死球率 3.73 という成績でございます。下村投手との2倍看板でとうとう一部ですね優勝に導き、そして大学選手権では2試合で2勝0敗 15.02、19奪三振2四死球、防御率 0.00、 奪三振率 11.40、 四死球率 1.20 という圧巻の成績ということでございました。まああのね、明治打線を完封勝利ということでございましたので、相当なですねこうインパクトっていうところを、まあ、我々にもスカウトにも与えたのかなというところでございました。まあ、今回の選手権でね、一番こう評価上がったっていうのはこの常廣選手なのかなっていうふうに思うんですけど、でそれもあってですね、個人的評価は強豪予想ということで、まあ、前回は外れ予想ではあったんですけど、もう一気にちょっとグンってね上げたという形になりました。まあやっぱねこう1位候補っていうところではあったんですけど、まあ一つ二つねランクが上がった感っていうのは間違いなくあるのかなっていうふうには思いますし、まああのピッチングがこれからも続くようであれば当然この位置にもなってくるんじゃないかなっていうふうには感じますよね。で彼もね大学ジャパンに当然選ばれておりますので、どういうピッチングをしてくれるかっていうところ非常にねこう楽しみでございますが、はい、続いて候補8人目は大学生の西舘雄飛選手、中央大学、出身地は岩手県、2002年3月11日まで21歳、 183cm、79kg、 ポジションピッチャーで右投げ右打ちの選手です。マックスが155kg、 球種がスライダー、カーブ、チェンジアップ、スプリットなどになります。はい、この西舘選手ですね、春季リーグの成績チェックしていくと、9試合で2勝4敗、57.2イニング、59奪三振、防御率 3.49、 奪三振率 9.21、 四死球率 2.97 という成績でございました。ちょっとね防御率は上がってしまっているんですけど、後半に向けて、しっかりと状態を上げていきまして、最終的にねスタートしちゃえばいいのかなというところでございます。特にまあやっぱ四死球率がずっとね高かったっていうところではあるんですけど、キャリア初の2点台になってきたというところもあるので、まあこの辺はね状態悪いながらも評価に値するところかなというふうに思います。ただねちょっとねこうびっくりだったのが大学ジャパンですよね。そこの選考にまさかの落選ということでございました。まあまさか彼が落ちるとはというところではありますよね。まあやっぱ今年はドラフト豊作っていうところもあって、他のメンツ見てもまあまあまあ確かにっていうねメンツではあったんですけど、まあそれでもねちょっとまあ彼が外れた衝撃っていうのは非常に大きかったのかなっていうふうには思いますし、もしかしたらねこうドラフト戦線に影響してくる可能性もゼロではないのかなっていうふうに思いますが、まあただそれでも個人的な予想としては外れ1位予想ということで、まあ、前回の予想から変えておりませんということですね。まあこうジャパンでどういう投球見せてくれるのかっていうのは楽しみであったんですけど、基本的にはねそこまで評価は変わらないんじゃないかなっていうのは今現時点では思っております。もうねアピールの場っていうのが明けのリーグしか、まあ、ない立場にはなってしまったんですけど、しっかり成績残せるのであればやっぱまあ一気にこう、まあ、強豪クラスのね評価になってきてもおかしくはないというか、まあその位置にねいないといけない選手かなっていうところは思っておりますので、まあそういう期待も込めてですね、まあ1予想からはね消えないんじゃないかなというところでございますが、で続いていきましょう。はい、続いて候補9人目は大学生の上田久斗選手、明治大学の選手で出身地は愛知県、2001年8月12日まで21歳、 182cm、90kg、 ポジションはファーストサード外野、右投げ左打ちの選手です。高骨さんは46ホーマー、大学リーグ通算9本塁打、 50m6秒0、 遠投が 95m ということになっております。今年の、ね、春のリーグ戦は12試合で3割7分2厘、43打数16安打3ホーマー、 OPS 1.192 という成績残しております。はい、まあ、6大学で悪化の成績を残してチームをリーグ優勝に導きました。まあやっぱねちょっとスタッツっていうのは抜けたものがあるのかなっていうふうには思いますし、まあ、6大学のね通算成績比較していくと今楽天にいる茂木選手とかなり近いよっていうところもですねあったりして、まあやっぱね茂木選手1年目からかなり活躍していたっていうところもあるので、まあその辺はねやっぱこうイメージしやすいところなのかなっていうふうには感じます。
が。で、大学選手権もね、出場しておりました。4試合で2割1分4厘、14打数3安打1ホーマー、6打点、OPS 0.865 という成績になっております。はい、まあ、選手権ではね、ホームランも出ておりましたし、活躍はできておりましたが、ただね、ちょっと後半に行くにつれて、なかなか打てなくなっていったということでございました。まあ、それでも OPS は 0.8 をね、超えているということでございますので、まあまあ、まずまずといったところではないでしょうか。はい、で上田選手ですね、個人的評価は外れ1位予想ということで、前回と変わらず外れ1位ということですね。まあ、彼の場合はね、ちょっと守備面とか、あとはまあスラッガーではないよねっていう点、その辺を踏まえると、まあ、絶対1位入ってくるかというと、そういうことでもないとは思うんですけど、やっぱね、野手がちょっと今年は今のところは薄いなっていうふうには思いますし、その中でもスタッツが圧倒的なのはこの上田選手かなっていうふうに思いますので、まあ、ある程度ね、評価する球団も出てきてもおかしくはないんじゃないかなっていうふうには思いますが。で、彼もね、当然こう大学ジャパンにも選ばれておりますので、まずはそこでの活躍。そして秋のリーグで春と同じような活躍をすればですね、やはりね、こうもっともっと評価上がってくるんじゃないかなっていうふうには思いますので、そこに期待かなというところではないでしょうか。はい、続いて候補10人目は、大学生竹内夏希選手。国学院大学。出身地は福岡県。2001年7月21日まで21歳、185センチ90キロ、ポジションピッチャーで左投げ左打ちの選手です。マックスが151キロ、球種がスライダー、カーブ、チェンジアップ、ツーシムなどになります。今年のね、春のリーグは9試合で2勝3敗 50.0 イニング、40奪三振7四死球、防御率 2.88、奪三振率 7.20、四死球率 1.26 という成績でございました。はい、竹内選手ですね、東都リーグで、しっかり活躍できておりましたし、やっぱこう非常に制球力がいいというところで安定もしていて、さらに球速も伸びてきたということになっておりますので、こうどんどんね、評価上がってきているのかなっていうふうに思います。で、彼もね、大学ジャパンにも選ばれております。どういうね、起用法になるのかなっていうところはあるんですけど、まあ、やっぱこう貴重なね、左ピッチャーというところ、まあ、ジャパンにね、選ばれてる左ピッチャーでいうと細野選手や、まあ、小蛇選手というね、いいピッチャーもいるんですけど、まあ、やっぱね、こうまとまりがある竹内選手に関しては、まあ、割と積極的にね、起用される可能性も高いんじゃないかなっていうふうには思いますので、まあ、そこでね、どういうピッチングができるかっていうところではあるんですけど、で、個人的評価は外れ1位予想ということになっておりまして、前回と変わらずということでございます。まあ、彼もね、絶対こうガチガチ1位かっていうと、まあ、そういうことでもなくて、やっぱこう変化球のですね、精度とか、まあ、立ち上がりのね、不安定さとか、いろいろ課題はあるんですけど、まあそれでもポテンシャル考えれば1位に上がってきてもおかしくはないかなっていうふうには、この時期になっても思いますので、個人的な評価はこういう感じですね。で、続いていきましょう。はい、続いて候補11人目は大学生の岩井俊介選手。名城大学。出身地は愛知県。2001年7月30日生まれ21歳、182センチ93キロ、ポジションピッチャーで右投げ右打ちの選手です。で、球速はマックスが154キロ、球種スライダー、カット、スプリットなどを投げる選手でございます。この春のですね、リーグ成績は7試合で4勝1敗、 51.2 イニング、防御率 1.57、 奪三振率 10.01、 四死球率 3.14 という成績になっております。はい。まあ、この岩井選手ね。まあ、前々からちょこちょこね、この春になって名前が上がってきていた選手でございましたし、まあ、私のね、動画でもちょこちょこ名前を出していたのかなっていうふうに思います。まあ、単純にね、この春、個人的に一番いろいろ見てる中で目についた選手だったかなっていうふうには思いますし、もっとね、こう、名前上がってきてもいいのになっていうふうに思っておりましたが、今こうやってね、こう上位候補にね、名をね、連ねるようになってきたというところになっております。で、この岩井選手ね、ちょっとね、全国大会には今年選手権出れなかったんですけど、代わりに大学ジャパンですよね、そこに選出されておりまして、同じチームのね、ドラフト上位候補の松本選手は落ちてしまったんですけど、この岩井選手はジャパンメンバーに選ばれたということでございました。まあ、やっぱ合宿でのね、評価っていうのがすごいいいらしくて、ストレートも2700回転かな、でスライダーもすごく鋭くて、選手内の中でもちょっと岩井選手すごいんじゃないかみたいな話もなってきているんですよね。なので、まあもしかしたらこのジャパンで大きく評価を上げてくる選手になるんじゃないかなというところでございます。で、個人的評価は外れ1位予想ということで、まあ、前回県外でございました。今回新しく入れた選手ということになっております。まあね、正直1位かと言われるとまだ微妙なねところなのかなっていうふうに思いますが、間違いなく上位候補には上がってきている選手でございます。まあ、やっぱ実際投げてる球もねすごくいいので、もっと早い段階で1位候補に上げても良かったんですけど、やっぱなかなかこう周りの評価がついていってないっていうところもあったので外してはいたんですけど、ようやくそれが追いついた形にもなってきたのかなっていうふうには思いますので、まあ、ちょっとねここからドラフトにかけて注目してほしい選手の一人かなというところでございますが、はい。で、次が最後ですね、見ていきましょう。
はい、では最後ですね、候補12人目は社会人の渡来隆起選手、社会人エネオス、出身地は千葉県、2002年10月4日まで20歳、183センチ83キロ、ポジション外野セカンド、右投げ左打ちの選手です。高校通算24フォーマー、社会人通算14フォーマー、50m6秒0、遠投118メートルということになっております。はい、でこの渡来選手ですね、ここまでの社会人、今シーズンの公式戦の成績チェックしていくと、16試合で3割5分8厘、67打数の24安打、2フォーマー16打点2三振2四球、出塁率3割7分1厘、 OPS0.879 という成績を残しております。はい、まあ、今期もね、社会人でしっかりと成績を残しているんではないでしょうか。三振率も非常に低くね、推移はしておりますので、まあ、さすがかなというところでございます。まあ、ただね、 OPS は低く推移しておりますし、これはフォアボールの、ね、少なさっていうのが要因かなっていうところでございます。まあ、この辺はそういう選手タイプではあるので仕方ないかなっていうところではあるんですけど、まあ、よく言えばもうちょっとね、こうホームランを見たいかなっていうところではあるので、まあここからペース上げていただければなっていうところではあるんですけど、でそんな渡来選手、個人的評価は単独予想ということになっておりまして、まあ、前回の単独から変わらずということでございます。まあ、やっぱ今年の市場だと野手では注目にはなってくるんじゃないかなっていうふうには思いますので、まあ、現在は単独で、まあ、2大大会ですよね。結局まあここでどれだけ打つかっていうところが大きいのかなっていうふうには思いますので、まあ、去年ね、まあ、本当に大活躍だった年代以降、今年も同じように活躍すればもっともっと注目度はね、上がってくるのかなというところでございますが、はい、ということで以上、ドラフト1予想12人でございました。最後のまとめて終わりましょう。はい、ではまとめていきましょう。まずは5月時点ですね、先月の時点の予想は、競合予想は佐々木、前田、細野、単独予想は真鍋、東松、渡来、外れ1位予想は明瀬、常広、西舘勇陽、西舘浩太、上田久と竹内という12人でございました。でそれが今月になって、競合予想は佐々木、前田、細野、常広ということで、選手権で活躍した常広選手を競合予想に、で単独予想は変わらず、外れ1位予想が明瀬、西舘勇陽、岩井、上田久と竹内というねところになっております。変わったところで言うと、西舘浩太選手を今回外したということですね。この西舘浩太選手も大学ジャパンの選考から外れてしまったというところでございました。まあ、彼が良くなかったというよりはですね、まあやっぱ他にいい選手がいたっていうところではあるんでしょうけど、まあ、今回こう岩井選手と入れ替えたという形になりました。まあ、選手の交代はそこくらいかなっていうふうに思いますので、まああまりね、変わりはなかったのかなというところでございます。まあただやはりですね、来月ですよね、7月には、まあ、高校野球のね、地方予選が始まるということになっておりますので、高校生の評価がこの辺で定まってくるのかなっていうふうに思います。まあ特に高校生のピッチャー、特に右ピッチャーですよね、いい選手がね、やっぱ何人かいて注目していきたいポイントかなっていうふうに思います。場合によってはね、まあ本当に一気に評価ぶち抜いてくる可能性もあるだけにですね、まあ誰がね、どこまで成長しているのかっていうのが楽しみでございますが、はい、というわけで今日は以上でございます。まあ良ければ、まあ、皆様のコメントなどお願いいたします。まあ誰がね、12人予想入ってくるかっていうところ、まあいろんな方が予想はされておりますが、私なりのね、まあ毎月の予想というところでございますので、当然いろいろ相違点とかもあるかなっていうふうには思いますので、皆様なりのね、見解というところをぜひ聞かせていただければなと。はい、というわけで今日は以上です。野球人でございました。セノゲームセット、ありがとうございました。